はい。ミスターマイヤーさん、こんにちは。あいつもお世話になります。そして動画をご覧の皆様、えミスターマイエさんのね、動画もかなり参考になると思います。私がね、ミスターマイエさんの動画を開けると、もうすでにね、グッドマークが1個ついてて、再生数がいくつか上がってるんですよね。うん、まあ、皆さん見ていただいてるなと思いまして、えこの動画のやり取りね、本当に、えー、すごく面白いなと思います。そして、ね、他の方ともね、こういうやり取りがあっても私はいいと思うんで、ぜひね、ミスターマイヤーさんみたいに、塾長質問みたいな感じでね、あげていただいたりとか、塾長 緊急報告ですすみたたいいいいいななことととやっていただけるといいのかなと思いますプラスですね、これを私だけではなくて、例えばミスター真弓さんとやるとかね、えーまあ、西アークロスの山根さんとやるとかね、こういうことを始めていって、SNS ですから交流を深めていくっていうのが、この YouTube、SNS のね使い方の一つではないかなと思います。はい、それでね、今回のことなんですけども、お金がある人にはそれなりのオファーがあるということでした。そうななんですよね私ねお金がない頃って こちらからね、銀行口座ではないや、なんだっけ、クレジットカードか。クレジットカードを作ろうと申し込んでも、まあ、審査落ちが多かったんですよ。うん、それは当然ですよね。お金がない人、クレジットカード作ってもろくなことがないですから、審査が落ちる可能性高いですよね。で、今はですね、何が起きるかっていうと、私の場合は、お金を借りませんかってオファーが結構来たりしますよね。銀行とか、金融機関とか、不動産の、まあなんかね、お金を貸すところとかね。で、私はもうお金を借りる必要がないんで、 えーまあ、お断りしてると言いますか、ねまあそういうお金はいらないなということだったりあと逆にねあの例のやつを勧めますねそういう方には。 あまあ金利がこんだけつきますよって言ってもこういう風な金利のつき方もありますけど逆にやってみませんかみたいな感じで、ね、進めたりしますよねだからあ至るところで逆営業っていうのが私の場合はあ得意分野としてありますね人に出会ったら必ず何かを進めるみたいなねそんな会話の流れを作るようになってしまってるという無意識にはいそれでですねお金を借りませんかっていうのと他にクレジットカード作りませんかって形できたりとかして私クレジットカードをね 結構最近は作るよようになったんですよ、うん、今まで使ってたクレジットカードじゃなくてこうやってこのゴールドカード以上を作るようになりましたねゴールドプラチナムこの2種類にどんどん自分のクレジットカードを切り替えていってあとは使ってないなってクレジットカードはねこれはもうか何解約していって、えー、要するにクレジットカードたくさん持っててもしょうがないんでカード入りがいっぱいになっちゃいますんで、まあ、3枚ぐらいあれば十分ですからね、まあ、3枚とは言っても例えばあのインターネットの その通信販売で使うようにクレジットカードを作らないといけないっていうのがあるんですよ。クレジットカード作るんだけども、実際には手でこうやって使うことがないみたいなね。私はメインのカードは自分の所有してる会社の3つ、えー、3つの会社を今ね、メインでしょあの運営してるんですけども、この3つのそれぞれのカードがあれば、まあ、経費決済がこのクレジットカードでできるかなって形でございます。まあ、何が言いたいかっていうと、やっぱりね、あの、持ってるこれに応じて、 お誘いが来るっていうことと、あと自分もね、あのー、やっぱり所得に応じて欲しいものが見えてくるんですよね。で、私は今年車を2台同時に買ったんですけども、あのやっぱり所得がそこそこあって、で使うものがなくなってくると、あじゃあそろそろこれ買ってみようかなとか。 あと今私リフォームをね今年もやるんですよ去年は外壁塗装を200万かぐらいかけてやったんですけども今年はあのキッチンとお風呂をねリフォームしようかと思うんですよそれぞれ100万以上かかるんですけどもそれもしょなんか所得があると市場が見えてくるんですよねあこのの市場自分の 取得でもなんとかなりそうだなってものが見えてきてなかなか面白いことだなと思うんですよ。まあ、これもだからあの金の切れ目が円の切れ目って日本のことわざであるんですけどもお金があんまりなかったらそういうところとも円が切れていくのかなって思います。で逆にですね、えー、まああんまり例えが適当じゃないかもしれませんけども私あのガードマンをやってた頃ってあの吉野家の牛丼とかねああいうところがメインの飲食店だったんですよ。300円とかね。 ちょっと贅沢したい時は500円で飲み食いできましたから今はやっぱりいかないですね嫌いになったわけではなくて牛丼食べるにしても何な,なんですかね割烹みたいなところで食べます、ね、カッ牛肉の質のいいのをその職人さんをね,あのその何ですかね板板場を前にしてカウンターを前にして挟んでいただくようになるかなというところですよね。まあ、だからその通し話も 今は結構いいのが来るんですよ以前は私あの youtube の発信力がなかったんであのー いい加減なものは結構きついなんですけどね私、あの投資話が来たらこうやって喋るんで、変な投資話があっても、これは気をつけろみたいなことで喋りますんでね。そうなると、やっぱり、えー、妙なものは来なかったりしますね。そういった意味で、えー、今回の動画のまとめになりますけども、2ついいことがあります。1つはですね、発信力を YouTube につけると、いいものが寄ってくるということなんですよ。悪いものが来なくなります。で要するに、詐欺話からはああの巻き込まれなくなるんですよね。 で、もう一つは所得に応じた市場が見えてきて所得に応じたやっぱりこうお知らせオファーが来るんですよねっていうことですごくね選択がしやすくなってきました、まあ、そんな形で、えー、ビジネスを進めていったりとかあといろんなね世の中との関わりっていうのがだんだんこう導かれるように変わっていくんだなという話でしたねまたミサメさんからの報告をお待ちしておりますありがとうございます